レオン、何か言いたそうね。聞きたいことはあるが、まともに答えてくれるのか。ラクーンシティ、あの事件が起きてから世界は変わった。一人助ける間に100人が死んでいく。俺も変わった。あなたが？レオン・S・ケネディが？あなたは変わってない。そう思い込んでるだけ。だったら聞くが、お前はどうだ、エイダ。今度も俺を利用する気か？どうかしら。着いたわ。あなたのそういうとこ好きよ。またね。泣けるぜ。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。今は無理ね。サドラーを殺しに来たの？それとも私？お前次第だな。計画の変更だ。断るかどうかは任せる。銃を怖がるとでも？面白い。いいわ。ただしこれは別料金よ。賢明な選択だ。目的地の座標を送る。忘れるな。俺は待たされるのだ。嫌いだでしょ。何その箱は。目的地は遠いわね。ちょっとさ、あ、リピテンです。リさんです。箱さんです。すっかり忘れてた。今自分で言っといて。これだ。強制起動デバイス。マジ爆破。さすがだな。信用に足る腕前ってやつだ。企業秘密ってやつだよ。これとこれ。あんたならそいつを選ぶと。だんだんあんたの好みが分かってきたぜ。あ、何だ。そうだよ。あい、あいそう。ここまで。これからも。そうなんだよ。あいつ、プルプルしてる。お前来んの？そう。足と。いいよ。あ、うっそーん。死ぬ。当たった。あぶねえ。はい。間に合った。なんか間に合った。あ、なんかプルプルしてる。プルプルしてる。はい、どうも。そしてこんばんは。お前しつこい。うおー、あ、やべ、そう、マシンガンのタイプだ。やったらやり返す。早返して。あ、最悪。
今回ね、不人だったんだよ、人種的な問題で使えなくなっちゃった。もういいじゃん別にね、と思って、うん、日本人がゾンビ役として出てきたら俺は光栄だけど、ね、バイオの中で、うん、遅くなった。薬持ってきてくれたんだ。立ってるか。ロイスはどこ。君を心配してた。最後までな。急ごう。時間がない。こいつらを取り除く。ルイスのためにも。ここは外科手術で取り出したのに、こいつだけさ、口から吐き出したのに。なんでだろう。情報が欲しい。規制対応状況できる施設について。そう、さっき、つって出した。重要な施設もうそれぐらいそんなあれじゃない、深いやつじゃなかったんじゃない、うん、あるとすればそこね、うん、多分吐き出せレベル入れられ方が違うから、それはあるかもしれない、ね、生まれちゃったみたいな、ね、あ、最後の装飾中一つはこの塔の解剖室にある。もう一つは確かに盗まれたし、まああんたなら簡単だろう。盗まれたって多分食ったな、あいつ。やっぱ来るじゃねえか。みんなできそうだな。あ、ここか。ああ。色普通ですが、色まず。お、よいしょ、これはいい。ペインスですわ。で、多分、さっきの。そう、そいつがね、多分食ってんじゃないの、1個。今、数でも打てんの ?2 個でも。ほら、虫のやつがあった。やっぱこいつが食ってんだ。うん、確かに。そうか。で、一旦、打って。あ、怖すぎまる!ドローン。ああ、下手くそすぎる。これ超苦手なんだよ、こいつと戦うの。とにかく怖さが勝っちゃう。腕が取れた、入ってくる。よし、来た。入るんだけど、生態を全部潰せばこうやって粉砕するということで、これゲッツ。あと1個はどっかにあるっすよ、冷凍室か。ん、解剖室。か、解剖室、解剖室だったっけ。解剖室です。来たー、願い叶うな。それ用のアタシケースだな。やっぱ最高だね。でもハーブも少ねえんだよな。うわー、そいつだね。嘘だろ。ちょっと一回戻る。まさかあいつが普通に来ると思わなかった。今めちゃめちゃ怖かった今。1体壊れてる。やべえ、やべえ、ここになっちゃった。自動ドアはちゃんと、ちゃんと動く、その状態で、その状態で。よし、はい、もう苦手、ほんと怖い、怖すぎる。あ、血がついてる。はい、ってことはこっち、ね、アイテムがある。聞こえたね。右側に。ああ、はいはいはい、いいよ。多分こっちにいるんだと思う。中にいるよ。こっち側はいないよ。いたいた。こっちか。よし、来たー。一番早めに終わった気がする。ルビー、ほら、ほら、あった。オッケー、これを2個売ればオッケー。レオンが通った後だな。あ、え、死んでる。うるさだろ。びっくりした、本当に怖いわ。いや、普通にあの、一回クスコープ覗いた方がいいんじゃないですか。そうだね、ちょっと待って。おー、エイダ編になっていっちゃん怖いわ。
邪魔よ。あ、これを抜けと。そうだね。その前にあのなんかトレジャーがあった。その部屋じゃん。いや怖いことするね。この部屋か。電源入れる。電源入れると。まあこうなるわね。え、冷凍が、あの冬眠がなくなったから。待って、こんなに血ついてたっけ。多分ね、あんまないと思う今のところ。大丈夫、このまま生きるはず。ハーブとか。大丈夫、ここからだな。ちゃんと見た方がいい。ラフ、うーん、来たね。あのバーって飛び出すところか。そうだね。ブラックバス、なんで魚がありがてえけど。台風に巻き込まれたか。飛んできまし。トレジャー、トレジャー、あれか。これつけられないよね。あ、つけれた。アヌビスみたいなやつね。アヌビス、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 スイン。これでいいんじゃない。トリプルボーナス。だからそうね、青だともうちょっと高いよって話ね。あ、綺麗。うわぁ、マジか、チケチケって。お前がそれだよ。ちょっとまずいまずい、それはまずい。だよね、いいんだけど近いんだって。来るのがもういい、いい、いい、そっからは来れないだろう。来るかな。来るのか。よし、狙え、狙え。あ、来てる、来てる、来てる。あ、帰った。消えた。よし、来た。よし。いや、こいつひどいな。近すぎるって。普通にここに出てくるのはちょっと困る。見かよ。めっちゃ溜まってきた。いいね、残しとこう。ちょっとさ、いるしまだ。うわ、なんだこれ。アイアンメイデンだ。アイアンメイデン。無理。いやあ。これ。これだね。あの、今ね、めっちゃ好きで。ボタン近づく。いや、マジ。きつすぎる。移動しよう、移動しよう。一回帰ってもらうしかない。やべえ。見えたけど、ハリが飛んでる。そうです。すいません、ちょっと帰ります。一度解散してもらって。あの、この距離でアイアンメイデンはダメだって。見える。早い。来るの早い。うわ、マジか。来るのが早いって。上、上半身で頭に。あれ、死んでるこいつ。え、あれは体力の限界が来た。ごちそうさま。ちょっとさ、あ、じゃあくなる。これが光ってたってこと？いや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 。どういうこと？そのー、自体が体力の限界が来た。あーし、持っといてよかった。びっくりマークこれか。インゴット。黄金のインゴット。で、これとインゴット2万。で、これを2つと、これを2つと、これ1個打って、ズン。10万。お見事。お出しで10万。素晴らしいぜ、ストレンジャー。最高で、これとこれ売って金が増えたー。改造ってのは根気と努力がいる。小さな積み重ね、愛にかかる。やっちまえ。限界を超えたカスタム品だ。これぞ芸術ってやつだぜ。あげるか、1個。ストアの方もあげちゃう。露天速度もいっそあげちゃって。お、ゴンドラだ。副ショットでいく。いや、普通に行くっていうね。ゴンドラが動く。勝手に。すげえ。懐かしい。まあ、これ絶対にいるよ。途中反対側が撃ってる。ほら。死んだ。よっしゃ、倒せた。あの距離を。ハンドガン強い。ハンドガン超強くなったな。いや。この隙間から撃てる。よし。ハンドガン強い。左下に動いてる。さよう。
よし。強ハンドガン強くね。ハンドガン頭出やすいようにした方がいいんじゃない。威力 1.5 倍のやつって。そうそう。なんか、うわやばい。なんとしないと。ね。一発で敵倒す。強い。強すぎる。このハンドガンだけでいいんじゃないかな。もうそんな気がしてきたね。ちょっとアタッシュケース変えましょうか。アタッシュケース変えられる？もう変えられないんじゃない。どっかのタイミングがあれば。無傷で到着です。いやいやいや、まだ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 でしょ、多分。ふう。気分転換にはなったわね。いやー、前作にあったものをちゃんと映画編で出してくれるのはありがたいな。え、ツイートあれやだな、なんだあれ。なんか あるある。お、まだあんの？うん、ラスト1個。まだだ。ああ、さっきのサイトてかさっきのやつ2つは虫はもう。あ、撃った撃った撃った。終わった。撃ってる。サイト持ってこないと。お？あ、いた。ちっか。ちょっととりあえず入るか。虫もマップで出てんじゃないの。これはね、出てないのよ。隠れてるじゃん。そう、ね、2回目なんだよ。しかもバレてる、そこバレてるんだよ。上からやった時もバレるんかい、こんなあさり。多分こういう感じでいいと思うんだよ。いやー痛えな、余計はないだろ今の。あの線が向こうに行ってからじゃないけど、そんな感じだったかな。おう、あちゃー、よいしょ、いこの死んだろこれ。いいね、よーい、オッケーオッケー。飛んだおバカちゃんだね。オッケーめ、バカみたいだね。これはさ、やべ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 。なんかすごい外す。あ、何をしてんの。おぶねえ。ほら、いいね。よいしょ。今ね、投げ飛ばしてきたやつが爆発してどうにかなった。ちょっと失礼します、一回。あれあれ、多分これでいいはず。して、うん、いいだっすよ。投げて、よし、よーいいね。あ、やべやべやべ。オどうしちゃうかな。どうしてやろうかしら、このバカモンドロ。僕のやつ死んだ。イエーイ。あ、待って、ぐちぐちしてる。落ち着きなさい。おー、いっぱい死んだ。やったぜー。え、死ね。それっぽい。本当かあれ、うん、ほんまや。あ、いた。オッケー。ちょっと待って、一回戻るわ。アイテムがね、取り忘れてるやつがあるんだよね。いや、ちょっとあれだな、マンモスがいるな。ハーハーしてる。お、うわ、来てる。ウェイウェイ。もう死んだ。いいよ。じゃあゴミ箱だ。先に回収します。そう来ると思った。でもね、あれナイフでね、跳ね返せる。え、これを今の弾を。マジで。そうそう、イヤッホー。
何を落としたの。あイエーイ勝った申し訳ない。このためにラオウかお前は。爆弾が当たる。でもこれどのタイミングでいけっつ。よし、いけ。今いけ。一難去ってまた一難ってわけ。道を避けれたか。四万か。普通に弾くり弾。これ来た道から敵湧いてくるかな。爆弾が来た。お、安全。見ててみこれ。当たんの。すり抜けちゃったけど。何も並んだ。一人しか並んだ。お前。あ、いい。あ、やべ。あ。気になる分には。最高です。よし、これで戻ると。でもそれそうこいつどうすんだろうな。いけるかい、いけるんかい。撃ってる間弱くない。結構あいつ変なとこ撃ってないか。射角が足んない。まったくそうとは思えないよな本当は。まあということで、あの世に行ってらっしゃい。お疲れ。いやーっと目的地に着くぜ。端末はどこかしら。どこだ。どれじゅ先あじゃ立った。倒れてきそうだからさ、もうちょい手前に倒しておこう。え、倒れてきた。おーともしや、もしや、プルプルプル、もしやこれはエイダでやるの。もしかしてこれ可能性はあるよ。あ、っていうかめちゃくちゃエイダみたい。確かに。ああ、そういうこと。指紋多分薄くなってきてるから、ね、マルティニコ。アンバーの効果は想像以上というのは、かつてマルティニコは生まれ違いと詐欺すまない不病で生殖の実験体だった。マルティニコってなんだ。フォーでいたっけな。なんだ。違う。犬？え、何こいつ？どうする？聞いてないそうです。早く来ますね。でかっ。え、何こいつ。こんなのいなかったじゃないか、フォーには。でしょうね。俺もそれは思った。あぶね。これがマルティニコか。うわ、また来た。マルティン。マルティン、お前しつこいぞ。あー、そんなことやってる暇あります？あぶねえ。いやいやいや、お前それ意味ねえじゃん。扉の意味。マルティニコされた。危ない。あ、入ってる。あ。そうさ、すべてが演出さ。危ないよマルティニコ。おお、でっかい普通に。トラッパラ。トロー。トラッパラ。ジョッキー。一番余計じゃない？今の何しに来たんだ。まったくびっくりびっくり要素急な。あ、おう、バイオハザードの映画の一番最初を思い出すぜ。うん、うわ、
いやーていうかちゃんとこれをエイダ編で出してくれたのほんといいな。レオンだ、レオンで終わりじゃなかったね。前回と違う。おお、急なボタン押し。やりすぎよ。終わった。怖かったな。だからあれをあいつにレーザーで粉々にするしか。ベタベタ触りすぎ。ここね。逆に一番すげえやつが一番残ってそうだよ。ね。おかしな話だよ。何をするんだ。あ、落ち着いた。指令通りデバイスを接続した。島を完全に破壊するのね。大統領の娘ごとアメリカを敵に回す気？中途半端な考えは捨てろ。弱者は強者の逃げになるのみだ。お前はアンバーダッシュに戻れ。戻りの移動手段は用意してある。あらそう、準備いいのね。いいわ、ルイス。今回は言う通りにしてあげる。ウェスカ、忘れてない？私が思い通りには動かないってこと。ここにもう用はないわ。じゃあ帰ろ。形が俺が使ってる USB。 そうだった、俺も SSD だ。あれ多分 SSD だよね。あ、作るだろ。レーザー、レーザーさ、動いてない。そうなの。ん？やっぱね、どうすんだ。よっしゃ、行くしかないわ。よし。はい。おお、かっこいい。え、すごい。まだまだ。よっ、いいですね。うわ、あぶね。お、近くなった。おお、バイオハザードの映画のあれと同じだ。サイコロステーキになった。でもこれでも死なないんでしょ。あるんだまだ。次で終わりですな。チャプター6終了。イエーイ。武器を限界仕様まで改造した。で、フックショット命令を10回やってます。あった、命中率でも 80%。 本当だ、高っ。ということで今回の実況はここまで。はい、次回お疲れ様でした。お疲れ様でした。この実況はニックとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。